モントルイユはフランス、イルド・フランス地域県、セーヌ・サンドニ県の都市。県で最も人口密度が高い。パリ郊外東部にあり、県の南部に位置する。ノートルダム大聖堂から約7.5キロメートルの距離である。中世のモントルイユの村はもともと、モントルイユ第一の終わりを示す、王泉の上にあった。この低い場所が現在市中心部となっている。ラテン語で、 小さな修道院を意味する、モネステリオラムから派生した。別称で、モントルイユスイコールボアとも呼ばれる。ニュルドペッシュ12世紀になって、モントルイユは強力な領主、そして、高位聖職者に選ばれる土地となった。サンピエール・サンポール教会が、バンセンヌに宮廷を置く王の信仰の場所として、モントルイユに建てられたためである。シャルル5世と、王妃。 ジャンヌ・ド・ブルボンはこの教会で洗礼を受けた。パリ郊外においては、野菜の収穫は重要な食料供給であった。モントルイユの丘陵では、ワイン用ブドウや桃が栽培されていた。桃を、例外の被害から防ぎ収穫量を増やすために、ミュルド・ペッシュという壁が、桃畑の周りに築かれた。モントルイユの桃は、20世紀初頭まで、ヨーロッパ諸国の王侯の食卓に並んでいた。 1260年以降、宮廷のある番宣ンンヌに飲料水を供給していたモントルイユは、代わりに税や雑益を免除されていた。18世紀のフランス革命後、飢饉、薬病、二十歳の後輩でモントルイユは困窮した。19世紀に産業革命が始まり、モントルイユでは木を用いたおもちゃ製造、石膏の発掘が行われた。パリコミューンの時には、モントルイユは、 革命政府側について戦った。20世紀になって、アフリカ、マリ共和国出身の移民が流入した。このため、マリの首都バマコに次ぐ、マリ第二の都市、または、バマコシュルセーヌとも呼ばれている。ありがとうございます。